今日のビデオのトピックはですね若者が一番結果を出せるのは残業がない仕事、まあ、いわゆるその残業がない会社が成功する理由なんですよねで若者は私は、まあ、ゆとり世代のことの人たちのことを話します right,、so、s begin. <S でちなみにね質問なんだけどさ もしあなたの会社の残業がなくなったらどうなるで特にキーポイントはゆとり世代若者がいっぱいいる会社で残業がなくなったらどうなると思う 私はその会社の経営が失敗すると思うんですよ。What?Yeah, man. 絶対失敗すると思うのね。で、僕はこの失敗が成功の鍵だと思うんですよ。どういうことかというと、この失敗するっていう、この失敗の責任をチームに持たせるのね。で、もう一つは、この なぜ失敗したのかでそれを自ら考えさせてでそれを解決させるっていうそこの責任までチームに持たせることだと思うんですよ。ねまあ、僕は、まあ、独立する前にはもうほんに普通サラリーマンとして普通に朝7時から夜の11時11時半まで働いてました。で週末の、まあ、1日は普通に事務所にいて。 でも本当にプライベートなんて人生な、ね、プライベートなんてないしもう気づいたら季節が変わってるずっとあの部屋の中で仕事してるから気づいたらあもう夏かって思ったらオクトーバーのハロウィンになっててハロウィンになるなって思ったらもう忘年会みたいな感じでもうすっごい早いスペースでスピードであの季節が変わっててねでもう仕事をやめられないやめさせてくれないっていう環境で働いてて。 で今はさ政府がこの働き方革命っていうところも入ってきていろんな面白いことを言ってるよね。例えばさ、ね、これ安倍総理が平成28年9月27日、まあ、つい先月に第1回働き方革命実現会議っていうところで言ってたのが、まあ、ちょっと取ったんだけどね若者が将来に明るい希望が持てるようにしなければなりません。 より多くの方が家族を持てるようにしなければなりません長時間労働を是正すればワークライフバランスが改善し女性高齢者も仕事に就きやすくようになります経営者はどのように働いてもらうかを関心を高め労働生産性が向上していきます働き方革命こそが労働生産性を改善するための最良の手段であると思いますで、先月言ってたんですけれども 僕が、ね、独立して気づいたことは、まあ、サラリーマンやってた時は言われたことをやっていたんだよねだから会社に入社してその会社のシステムがあってその仕事やることがあってそれをやってたんですよ自分で、ね、決めたことではなくて会社がこれをやってって言ったことをやってたでなぜ僕は頑張ったのっていうとやっぱりその社長上司から認めてもらいたい だから頑張った。ね。なぜ朝一に来てで、夜の最後の一人二人まで残ってるの認められたかったんだよ。ね。で、みんなが帰る。でも僕だけ残る。なんでそれはみんなから、あ、クリスって頑張るんだ。クリスって偉いんだね、すごいんだねって思われたかったんだよね。でも、でも独立したら、この認められて働くなんて全然考えないんだよ。キャッシュフローのために働かないといけないんだよ。キャッシュがないと会社が 沈んんじゃゃゃっっってなくなななくくちちううだだよねだから仕事がなくなっちゃうそんな認められる認められるなんてそんな問題じゃないんですよっていうところに行ってで絶対に仕事会社を成功させないといけないっていうところにまあ来てたんだよねで僕の、まあ、そういうやり方っていうのは多分日本の世間から見ると「お前クリスバカじゃねえの?」ってそんなのやったら経営者として失敗だよ って思う人もいっぱいいると思うんだけど、この僕がやったことが、本当に今の若者若者とり世代って言われる人たちと、もうぴったりあったのね。で、それ何かっていうと、僕は経営のことをチームに説明したのね。で、キャッシュフローのことを説明して、相談したんだよ。で、キャッシュフローがないと、みんなの仕事がなくなっちゃうよって。 給料なくなっちゃうぜ。仕事なくなっちゃうぜっていうのを相談して、だからチームとして一番賢く、効率があって効果が出る、一番大切なことを仕事中にしないとダメだよって話したんですよ。で、過去のビデオでも説明したんだけど、残業についてはもう1930年代、もうスポードがやってたデータとかもあって、残業をやると、 3週間ぐらい、まあ2、2、3週間はすっごい効率が上がるんだよ。でも、キープしていくと、みんな疲れ始めて、脳とかがね、疲れてきて、効率が下がっちゃう。うん。だから、ずーっとやるのは良くないっていうことはしてたのね。だから、残業っていうのは、その僕のマジックトランプカード、ジョーカーカードみたいなもんで、もう常に用意してて、ピンチになった時には使うみたいな感じですっげー、もう今も使ってるわけよね。使う時は使うんだよ、ピンチがある時は。 でも普通の時は残業がない方が効率がいいっていうのは知ってたの。で、ある日、スタッフがね、すっごい面白いこと言ってきたの。この、朝方6時間労働っていうのをトライしてみないかっていう提案があったんだよ。朝方6時間労働かよって。マジかよ、6時間と思ったんだけど、まあ本当に会社のことを責任持って、 やっている、まあ、28歳の女性のスタッフだからよしって言って、まあ、とりあえず聞こうってなったんだよねでミーティングしたのでミーティングでそのデータを見せてもらって確かに6時間労働にすると効率が上がるっていうデータはあるわけよだからちょっとみんなで相談してよしじゃあ試してみよう1ヶ月試してみようっていう感じでやってみたんだよでそしたらすっごい面白いことになったの 本当に朝10時に遅れてくるみたいなスタッフがなんと事務所に7時について7時仕事を始めてるっていうふうになったのね。で、他のスタッフとかももう7時40分には事務所についてるわけよ。で、そうやってる仕事の内容が全然普段と違ってめっちゃくちゃ一番大切なことをフォーカスしてるから効果もすっごい上がってきたのね。で、面白いことなんと 勝手に週末に一人でも事務所に来るようになったの。で、残業しないといけないからじゃなくて、いや、仕事がめっちゃ楽しいからっす、みたいな感じで。週末事務所行っていいっすかみたいな感じで、お、いいよって感じなんだよね。うん。で、この、ただ単に言われたことをずっとだらってやってんじゃなくて、それが、この、ゆとり世界の頂点っていうか、 もう世の中を良くしながら稼ぐよっていう、もうこのマインドフレームにスウェッチしたんだよね。で、まあこの1日6時間、まあ8時間でもいいよ。こういう短い間だけを働くっていうふうになると、まあ僕たちの場合はもう本当に7時とか8時からスタートしてるんだけど、ね、だから午後3時とかになるともう終わってるわけよ、仕事が。で、これがまた最高なんだよね。最高なんだよ。 で別に4時でもいいと思うよ。でも、この本当に3時4時に仕事が終わってるっていう、この喜びが、このライフスタイルの改善がめっちゃ強いわけよ。もう本当に、ね、俺昔11時、1 0時半まで働いてたから、夜ご飯なんて食えないよ。自分のキッチンで食ったこと、作ったことねえよみたいな感じだったんだよね。でも、夜ご飯料理作れるわけよ。彼女と一緒に食事食べれるとか、 ね。映画も見に行けるし、逆に運動もできる。ね。スポーツジムに行くスタッフもいるし、ね。クロスフィットみたいなのやる人もいるし、山走る人もいるし、ロードバイク1時間やっちゃうやつもいるし、ヨガに行く人もいるし、自分のその運動、体も良くなる。だから体も良くなるから、頭の回り方も良くなる。で、朝早いから、睡眠不足にならない。夜早めに寝るっていう。で、自分で、その、そのプロフェッショナルのためのスキルアップの勉強も でき1時間2時間とか勉強するわけよスタッフが自分の時間で本当にこの休む時間があるから仕事で勝負できるっていうそのエネルギーもリチャージされるっていう感じになってきたんですよだから本当にこのねよく昭和の人からねいやこのゆとり世代はダメだよって全然やる気ねえぜってそうじゃないよ 全然そうじゃない。この責任を持たせる、ね。失敗をさせて自分で自ら失敗を直して成功させるっていう、解決させるっていうところまで責任を上げると、で、プラス、ちょっとこの稼ぐっていうのも入れると、めちゃくちゃ、この、なんていうのかな、優しくて、ね、あんまり怒らない、強くて器が広い、強い大人になってくるんだよね。この逃げてく、 逃げていく責任を持てない子供っていうところからその責任を持てる大人に変わっていくまさにこの日本の将来を、ね、背中に背負っていけるような人たちにあの若者は変わってくると思いますでもしですねこの朝方の、まあ、6時間労働七7とか8時でもいいんだけど ね、この朝に働いて午後に残業なしで帰るっていうに興味があったらぜひこのビデオではそのビデオでは私たちが実際にやって学んだことやったこと失敗した経験とかなぜうまくいかなかったのかどういうふうに変えたらうまくいったのか、ね、そういう具体的なことをお話ししたいのでぜひ見ていただければ幸いです。All right.